はい、どうも皆さんこんにちは。新田です。新田のダンススクールやってまいりました。いやーということですね、さあやってまいりました。今回ですね、リッチーさんからベッドオンビー、こちらのミュージックビデオを見ていきたいと思います。ということで収録ボタンをファイト。さあそれでは行ってみたいと思います。字幕がオンになってますね。行ってみましょう。レッツラーグッズ。などじゃららほうくんそりちょばどほうなえげぬなじぐなのごとたぬぼるたもくぬんせりゃ字幕を入れちゃいます。なんと、鍵をかけちゃってるっていうところですね。自分のその部屋の中というか内側にこもっちゃうっていうところから始まってるところですかね。光も遮断してというか、すごくこう等身大の曲と言いますか、なんと、うわーポスターがもうだから自分の街中が自分のポスターで溢れてるっていうそのに対してっていうなんかシチュエーションがまたならではですよね。なるほど。これは
はそうか、そういうことか。あの段ボールをね後半で開けてましたけども、あの中に閉じ込めた自分みたいなところもあるかもしれないですね。なるほど。ケリオンちゃんはなるほど、走り出してるメンバーもいるしっていうところなんですね。皆様のそれぞれの状況でこう少しずつこう重なっていくというか、シーンがすごーい。でチェリオンちゃんが手を引っ張ってくれて、落ちる勇気がなくては絶対に飛べないからっていう、すごいですね。なんかあーなんかなるほどってなりますね。いろんな、なんでしょう、その一歩踏み出そう的な格言というか、そういう、なんでしょうね、ポジティブというかね、背中を押す言葉っていうのはいろいろあると思いますけども、でもその落ちる勇気がなければ飛べないっていうのは、確かにその踏み切るっていうところですよね。飛ぶっていうことが、だからその高いところからっていうところも含めてですけども、なるほど、確かになーっていう。素晴らしいラップ。ラップっていうスタイルがまたすごく合いますね。こういう曲のコンセプトだとね、なんか一言一言のワードもすごくこう、これ歌詞とかどういう風に作ってるんだろう。出てんのかな、歌詞リリッ、ね、ラップの部分とか自分で作ってますとかなのかな、どうなんだろう。チェリオンちゃんもだから、なんでしょう、やっぱり傷ついてる自分っていうところに向き合うというか。ああ、なるほど。周りのこのいる自分は、何でしょう、こう楽しそうにしている、踊っていたりとかだけれども、実はっていうのは、全然表情がもうグワッて変わっていきますね。すごい。なるほど、自分にかけるという、なるほど、素晴らしい。ちょっとこういうテイストなのとかまで、細かいところまでも知らなかったので、結構もうガツンときますね。これはかっこいい。なんか覚悟みたいなものが改めて、まあですし、
こういろいろ道のりを歩んできたグループさんだからこその改めてのここでの決心というか決意というか、そういうのもあるのかもしれないですね。なるほど。あのちょっと前とかですかね、 JY パークさんとお食事しながら今後の自分たちについてっていうねお話とかもされてたっていうのもあの見させていただいたりとかもしているので、まあそういうところの背景とかも含めて、今回のベッドオンミーというこの楽曲が示す方向性だったりとか、今後のイッチの皆さんへの期待っていうんですかね、なんかすごくすごく楽しみにまたなるなっていうふうに思ったところでもございますね。はい、ということでぜひぜひ皆さんの感想などもよろしければ下の方のコメント欄からいただけたら嬉しいございます。よろしくお願いいたします。現場から以上でございます。ありがとうございました。よいしょ、せい。